いずれ国政みたいなことってのは視野にあったりするんでしょうか。まあ、今の今っていうのはね、はい、まだあれですけれども。大丈夫だよ、長谷川文科大臣になるぐらい打線できるんだよ、ね、いやでもね、今ね、前田さんとこう話してて、はい、わあ、でも本当にこれもうね、はい、現実問題本当に考えていかなければ、ね、いけないね、問題なんで、それをね、なんでやんないのかなって、やる人いないんですか、それ訴える言う人はいないんですかね。いやなんかわかんないね、なんかね、そもそもなんかね、こう国政とか出るって時に、はい、俺あの個人的にいろいろ勉強したんですよ、はい、で何を勉強したかと言ったら、はい、なんで今日本こういうアメリカの言いなりになっているこう政治だったの、はい、ってもうあの戦後史からちょっと勉強したから、勉強したんですよね、うん、ほんだらなんか日米地位協定と安保条約が来たんですよね、はい、でそれどこから来てるのかなと思っていろいろ調べたら、はい、安保条約、うん、あのサンフランシスコ条約、はいはい、でサンフランシスコ条約、自分らも日本文の翻訳文でこう勉強したんです、で原文どうなってるのかなって読んだら、はい、全然内容が違うんですよ。あ、もう日本が独立したらどこにも書いてないんですよ、なるほど、一言も、うん、ほんで、国際的な紛争、もう究極的な紛争である戦争によって立ち切られた、はいはい、国際的なあの貿易協定だとかそういうものを復活すると、それはね、フォージャパニーズピープルなんですよ。うちだったら日本国に対してって書か、はい、そう書かなきゃいけないんですよ、はい、それがなぜかフォージャパニーズピープルなんですね、はい、ほんでね、はい、あの憲法9条なんてね、一言一句変えることできないんですよ、うん、なんでかっていうとね、サンフランシスコ条約の中にあれと全く同じ文言が英語でね、はい、載ってるんですよ。 あそこから変えないと、はい、憲法第9条ね、一言一句変えられないんですよ。だから安倍さんがね、はい、あの変えずに一文だけ入れようと、はい、自衛隊を国防軍にするっていう一文入れようと、はい、それはそうですよ、うん、で 安倍さんとかね、自民党のトップは分かってるんですよ、はい、ほんとはそこから変えなきゃいけないのに、なんですよね、ほん で恐ろしいことにね、はい、なんかね、あの講和条約の中の賠償についてはね、なんかね、はい、連合、この講和条約に加盟した連合国側はいつでも日本人の公的財産、私的財産をいつも没収できるって書いてあって、ね、恐ろしいでしょ、うん、んでね、物質的損害だけじゃなくて、あの精神的な損害にとかダメージに対しても、はい、日本と日本人はあの賠償責任があるって書いてあって、ね、で連合、講和条約に加盟した連合国ってどういう国があんねんって見たら、はい、アルゼンチン、チリと、お前ら関係ないよね。アルゼンチン、チリは何の関係やねん、はい、でもね、いや、精神的にちょっとそれ参りましたって言ったら、うん、取れるんですよ。なるほど。で、日本が戦後なんかいろいろやった、なんかあの安倍さんが今でもあっち世界中あちこち行って、はい、なんかわけのわからん援助とばらまいてるじゃないですか、はい、あれはなんか俺思うんですけど、サウンドリスク講和約上に書かれた賠償を、あの援助の日本国内では援助って言って、はい、実はそういう名目で やってるんじゃないかなと思いますね、うん、でないと話を通じても合わないですよ、はい、なんていうかね、うん、なんで円借款とかって貸してやるよって話、全然回収しないんですよ、はい、どこの国から、はい、円借款やってはずなのに、うん、貸しますよってこうやって、はい、何千億とか、うん、何百億とかこうやって、はい、5年とか10年とか20年とか30年とか返してもらわないと、あげ、もう最後もあげますよ、うん、でしょ、おかしいでしょ、はい、うん、そういうのがね、もう山ほどあるんですよね、うん、で、国連で言うとなんか敵国情報、はい、今でも日本は敵国なんです、そうですね、でもし尖閣でね、日本がちょっとぶち切れて、はい、中国の公船とかにこれでバーッと撃った、で、中国が常任理事国だから国連に行って、はい、ね、敵国情報のやってるアメリカ、日本にいじめられましたと言ったら、はい、もしやると思ったら、ロシア、まあ ロシアはやってないけど、はい、他の常任事業家が集まって、はい、日本に対して制裁戦闘をやるって可能なんですよ。おかしいでしょ、でも日本って事実上国連に出してるお金ってね、はい、アメリカが一番とか言えないんだけど、アメリカ言うだけ番長でね、はい、出すって言って本当は出してないんですよ、はい、約束だけで実質出してる日本なんですよ、でしょ、うん、そんなのもう何しに出してもその何しろもう散々怒ってやって、悪口言われて、そうです、
何やねんそれって話なんですよ、うん、でもだほんならヤンピーって言って一回脱退すればいいですよ、はい、本当にそんな話ばっかりですよ。ほんで今でもね、はい、驚くのは天元寺の、インターの入り口所のそこに、三のホテルみたいなのあるじゃないですか、はい、あそこ米軍の施設で、はい、あそこで月1回ね、いろんな官僚のトップ、はい、各省庁のトップとあと最高裁の判事の穴もここからも来るんですよ驚くのに、はい、で行って日米合同会議だったんですよ、はい、で何やってるかって言ったらアメリカからの政策の要望が出て、はい、でそれに基づいて立法されるんですよ、で俺ある時国会議員聞いたんですよ、はい、でね、うん、議員立法って全立法数の何パーセントぐらいですか、30% ぐらいです、うん、であと 70% は日米合同会議で決めてる、はい、おかしいでしょ、うん、でここは一体どういう国なんだ、はい、でしょ、うん、でそれも今でも誰も話題にしちゃうんですよ、はい、誰も話題にしちゃうんです、うん、話題にできないし、なぜか、うん、で話題にした人たちはみんな殺されちゃうから、はい、不審な死に方するか、はい、なんですよね、うん、で日本まだアンタッチャブルの国ですよ、アンタッチャブルで本当はね国家反逆罪スパイ防止法作って、はい、で日本の国の専門の上局作って、でそれともに国会議員とか立法府 の議員とか、はい、いろんなものを守らなきゃいけないんですよ、なんか本当に外国の第三勢力を守らなきゃいけないんですよ、それもしっかりしないと日本は日本でないです、なるほど、うん、話ちょっと大きなところに広がってしまった感もあるんですが、桜井さんその、いろんな政治家いろんな議員さんがいらっしゃる中で桜井隼人さんじゃなければできないこと、桜井隼人さんだからできること、ご自分ではどういうことだっていうのを考えた、自分では何、自分でしかお出来にならないことですね、桜井さんならではの仕事みたいなことがあれば伺いたいんですけど、うんうん、やっぱりこの、まあ、湯ヶ崎を元気にというスローガンでね、やっていましたけど、はい、いるんですけど、はい、やっぱり自分のできることって言ったらやっぱり格闘技を通じてね、はい、まあ、青少年育成だったりとか、うん、まあ、老若男女をね、はい、まあ、元気にする、まあ、いろんな病気ね、ね、添加物の問題とかもありましたけれども、はい、まあ、何がじゃあこう変えて我々ができてね、はい、私ができていけるのかっていうことであればやっぱりそのスポーツを通じてっていうふうにどうしても主語はなりますよね、はい、なるほど、はい、前田さんその、政治家として地方議員としての桜井さんに期待すること注目することいやもうなんかもう地方で動かせんともにちょっと衆議院議員ぐらい衆議院とかも会ってもらってね、うん、でこういうね、はい、ちょっとこわもての強そうなのが何か集まってでアメリカからもどんなやつでできても大丈夫ように、はい、ちょっとねやらないとダメですね、はい、桜井さんからこの機会に前田さんに何かおっしゃりたいことがあればぜひ伺いたいんですけど、いかがですか。いやすごい勉強されててもうびっくりしました、いや本当にね、前田さんみたいなそういう思想ね、はい、ある方が本当にね議員さんになってもらえるトップのね、はい、本当に日本変わるんじゃないかなと思いますけど、いや本当にもうそういうのね、分かってるしかないんですよね。だから俺こういうのを分かって、はい、で選挙に出るっていう人に応援行くためにこう質問したんですよね、はい、みんなあそうなんですね前田さんよく勉強しました、初めて聞きました勉強になりましたとか言ってもうキョトンってなる本当にサムライスコーチ小林陵君英語読まれたんですか、はい、読まれたもんクソもねえだろうって、ね、今の英文でも思うと思ったら簡単な話で、はい、ネットで検索して、ね、コピペで、うん、Gmail の翻訳載せたらその日本なんかパッと出てくるじゃないですか、はい、なんかそんな簡単なのも分かんないですよね、はい、なんかいや本当ねなんかね、はい、日本でもう20年30年もう経済停滞してるでしょ、はい、でその間にね韓国で経済規模2倍ですよ、中国6倍、うん、韓国でね今日本で一流企業に入って初任給20万円でしょ、はい、韓国のね、うん、一流企業行くでしょ、みんなね40万前後ですよ、はい、初任給は初任給はそんなぐらいしてる、うん、韓国でさえ、はい、ね、うん、ほんでね、今よく言うんですよ、
あの俺らの年代のやつは、いや俺らの若い頃はね、なんかもう車買ったりオートバイ買ったりもうガンガンって言うと、今の若いのは車乗んないよな、はい、車買わないよな、オートバイ買わないな、そりゃそうですよ金がないんだもん、でね、アウトサイダーって俺びっくりしたこといっぱいあるんですよ、はい、何かあったらね、はい、学資保険の、ね、返済に困ってるやついっぱいいるんですよね、はい、なんか、うん、600万、700万しょっちゃって、うん、でね、で今のこの親って結構ね、やっぱり晩婚が多いんですよね、30代の後半とか40代ぐらいでなんか生まれて、はい、で親がちょっとお金大変だからって学資保険借りて、はい、ほんで払ってるんだけど、払ってるうちにも定年迎えて、はい、そいつお前残りは払ってくれとかってやったりとかするんですけど、もう経済大国世界第2位とか第3位とか言ってて、はい、学資っていうかもう教育費なんか出してやれよ、でしょ、うん、医療費出してやれよ、はい、でしょ、あれ、ね、リングスやったじゃないですか、はいはい、でオランダの選手ねとかで話したところ一回びっくりしたんだ、オランダの選手、はい、オランダの選手は聞いてね、うん、全員アウトサイダーですよ、あなんか、はい、もうね、はい、もう夜はなんかもうクラブとかバウンザーやって、ほんでもう酔っ払いとか、マフィアとかギャングとか不良とかのもう殴り倒して、はい、そんなやつらがね、ね、結婚と子供話した時に、うん、俺びっくりしたの、あ俺子供4人いるよと、俺3人、俺2人、はい、お前ね結婚してるのかって、やるの見込んだ、じゃあ何彼女が産んだんか、うん、ああ3人いるとね、3人ともねお母さん違うんだよ、ああどうやってお前面倒、お前仕送りしてるのか、うん、偉いなと、いや国が全部面倒見てくれるんだよ、ああ一銭も変わんない、うん、もう一人目産んだらもう一人目産んだら、で養育費とか学費とか全部出してくるんだ国が、はい、医者お医者さんのお金とか全部出してくるんだ、医療費とか、で日本ね、経済大国世界第2位と第3位、オランダないんよ、うん、でしょ、うん、もうデンマークとないんよ、はい、フランスないんよ、もうね、もう似たような保障してるんですよ、みんな当たり前のように、はい、ヨーロッパって俺が高校ぐらいの時ね、世界人口が25億とか言った頃ね、あの頃ってなんか軒並み今の日本と同じような少子化大国だったんですよ、みんな、はい、ヨーロッパの未来、はい、でこのままじゃダメだって言うんで、いきなり運命を増やす政策になったんですね、はい、それからどんどんそういうの中も優遇政策を打ち出したんですよ、はい、であっという間にもうフランスなんか 2.5 でしょ、フランスもイギリスも人口増加率っていう、はい、日本だけですよ、うん、まあもう日本人もね、インディアンになりますよね、いや本当になっちゃう、本当にもういや冗談じゃない、真剣になるよ、うん、で日本人は1人2人産むのにもうやっとこさえさ、はい、それもさ夫婦10組いたらさ3組4組不妊でさ不妊治療に行って、はい、で諦めて、うん、であとはもう1人か2人でしょ、はい、で中国人はもうやっていたらもうみんな5人6人パオパオ産んで、はい、だってコンビニ行ったらみんな外人だらけですからね、外人、そう外人だらけ、日本人いないですもん、いや外人が悪いとかそういうんじゃないですよ、ないけど経済をね支えるためにもうどうにもないでしょうね、そうそうそう、やっぱり人がいないところだし、はい、ね、そうですね、経済がね、ほんでもうさらにあるのはね、外国人参政権、はい、なんやそれ、はい、外国人参政権、うん、おかしいだろお前、うん、外国人参政権、日本で政治なんて国政取れよ、はい、ちゃんとそこがおかしくないやつ、頭おかしくないやつ、うん、でちゃんと収入があり真面目に働いてあげたやつ、ちゃんとまあまあ学識ってもなんかも別に大学とかじゃなくてもちゃんとある程度あれっつうのを書いて、はい、で日本に来てから何年間か あの生活のいろんな履歴見て問題起こしないかったらあげますみたいなことやって、はい、ね、ほんで最後日本と日本国に忠実してあげますってやればいいんですよ、はい、それをもうそんなんほったらけにして、はい、中国人でも何人でも、うん、お前らも全部調査員でやっていいよって、はい、って言ったらその地方なんかも中国人が増えたら中国になっちゃうよ。でしょ、ね、ベトナム人が増えたらベトナム人になっちゃうじゃん、はい、何考えてんの、うん、なんか自民党のボケは、うん、本当に名古屋さん、まあ、改めて、うん、その前田さんおっしゃるように、まあ、いろんな課題がある日本ですけども、はい、まあ、そこに希望を持って、今後活動されていく上で、うん、どういったところに希望を見出せばいいというふうに
感じになってる。だからもうね、はい、どうなっちゃうんでしょう日本って今ね、前さんの話も聞いて、はい、やっぱりね外国人天国になってるから。いやもうちょっと衆議院だよ衆議院衆議院で動員するよ。あでもするだからね、うん、でももうやっぱりね今もおっしゃったように経済を回していくためにはね、はい、って考えるともうどうしもう今となってはもうどうしようもなんないんですかね、うん、どうだ解決打開策は何かあればねいいんでしょうけど、いややることがおかしいですよもうね、うん、日本の子供が大学行くって言ったら、はい、お前ら借金せえって、ええ、中国から留学生って言ったら一人頭年間1700万払ってやるっておかしいじゃんそれ、うん、なんでそのことばっかりやってんのってでしょ、はい、だから別にね、そういう国の援助のお金って別にもう誰でもやるの嫌なんだったらせめて頭がいいんだけど、成績がいいんだけど家に金がないから行けないっていうやつ、はい、ただで貸してやるよっていうことですよ、うん、せめて、はい、もうアホでチャランポロンでもう汗まってるのそれはしょうがないですよ、はい、せめて優秀なやつはね、はい、国が体を知ればいいじゃないですか。そんなことをすらしないでしょ。そんなことさ、であれもうなんか町金で国がやってる町金ですよ町金、まあそうですね、もうすんげえひどい話ですよ、うん、誰が考えたんだろうと思うんですよね、うん、もうアウトサイダーみたいな大会でもねそういう子いっぱいいますよ、うん、なんかねそういうねなんかね頭の足らんね政治家がいっぱいいるんですよね、うん、頭の足らんやつは本当に足し算引き算できないやつ、はい、ダメですよ本当に、うん、まあ、あの国会議員全員でね、それ自民党だけかと思ったら、民主党も同じなんですよ、はい、民主党も野田政権の時に、あれ何やったかって TPP でしょ。そうですね、大バカもんじゃないですよ、うん、お前何のためにお前自民党、野党の時に自民党立てついて、はい、TPP 反対とか言って抜かしといて、はい、自分が政権取ったら TPP かよって、うん、アホかお前はって言ってたよ、本当に。いや、なんかね、松田政権塾とかってなんか出てましたけど、はい、何のための松田政権塾だよって、うん、本当でダメですよね、うん、まあ、なんか一人で語っちゃいました。桜井さん、まあ、前田さんからもいろんな課題が今提示されたところなんですけども、はい、そのチャンネル見てる格闘技が好きでご覧になってる方々に向けて、はい、政治家桜井隼人としてメッセージあればぜひ伺いたいんですが、いかがでしょうか。うん、まあ今ね、まあ、国のことを今ずっとおっしゃってましたけども、はい、本当にまあそうだよな、まあ本当に今言ったようにね、外人がこうね、はい、の人たちが、まあ、それ悪く言ってるわけじゃないんですけど、本当に入ってきて本当に日本はね、まあ、自分らのもう孫の世代なんかはもう絶対に血が入ったりとかね、もう純血の日本人じゃなくね、だんだんまあそうなっていく中でですね、まあいろいろこれからっていうものをね、考えていかなきゃいけないということで、まあ本当に日本人ね、ジャパンっていうのがね、どういうその色に、まあ日の丸ですけれどもね、日の丸がどんな形になっていくのかっていうのを考えて、まあその競技とかのね、どういうふうな形ね、思考になっていくかっていうのももちろん今考えたりとかね、思ってたりしますけれども、まあその中でね、まあ、私も一応市議会議員やってますけれども、まあ、そこでね格闘技というものをどうね、まあ、スポーツですね、うん、反映させていくかっていうのをやっぱりね、それぞれやっぱり考えていかなきゃいけないなと思います。うん、まあ、ちょっとね、国の問題になるとまたちょっと難しくてちょっとあれなんですけれども、前田さん、今のその桜井さんのスポーツで地域振興っていうところで、うんうん、なんか政策的にもアドバイスできることって終わりなんじゃないかと思います。だからなんか日本ではあのね、なんか先進20何カ国10なんかね、教育とかに出してるお金ってね、先進国中最低なんですよね、はい、なんか、うん、それ自体もおかしいでしょ。確かに、なんていうかね、なんかもう普通に考えたら世界で、この間も世界第2位って言ったんですよね、はい、今3位だけど、うん、もう学費全部ただでしょ、はい、ただでしょって、うん、なんかね、ほんだらなんか どこに金があるんだみたいなこと言うんだけど、はい、でこれ今新しい経済理論で自国で金してるんだったらそんなん関係ないって話あるじゃないですか、はい、でだんだんどんどん出せばいいんですよ、うん、でしょ、人の借金は誰かの収入なんですよ、はい、でしょ、うん、でそこからもなんか利益だとか税金だとかいろいろ発生してるんだから、
それを絞って、いや、もう帰れないからやめましょう、帰れないからやめましょう。で、今民主党の時になんかこうやって、コンクリートから人へとか言って、はい、各地のスーパー、はい、スーパー防波堤だなんだかんだって今全部中止じゃないですか。で、それ見たら今なんですか、九州大洪水、中国地方大洪水、うん、そんなの分かるでしょ、はい、で、東北は震災で、震災の時津波に耐えられなくて全部津波がもう堤防オーバーして人が 何万人って死んだ、うん、でしょ。で民主党の連中ね、ああいうの見てね、はい、誰も謝んないんですよ、うん、おかしいでしょ、うん、誰も謝んない、はい、お前が散々なことぬかしようとも 何謝んないおかしいでしょ、はい、そういうね、なんかね、自分の言動とかで政治家のくせに自分の言動を顧みないね、バカが多すぎますよ、人出なしが。まあ、前田さん、政治にもご関心があり、まあ、水戸についても詳しいというところで、うん、ぜひ桜井さんがまた新しく地域を見直すきっかけみたいなところを、うん、ね、お二人の交流の中から見つけていっていただければ、非常に楽しみだなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。もう桜井君見てたら俺、その自分の方の先生から教えてもらった、はい、言葉を思い出してね、藤田東郷の言葉で、うん、ヒップも正気を使わし、締めば、はい、万軍に当たる。なるほど。もうそれの普通のなんかもう目当てないようなやつでも、はい、ちゃんと正しい意見だとしそうな、はい、思ってば万人の敵が来てもなビビることはないみたいな。あ、はい、素晴らしい。まあ、そういうね、やっぱりね、リングでも、まあ、周東でチャンピオンを張った人ですから、はい、もうその辺のね、なんかバカなねアホの国会議員のね、はい、300万倍マシですよ。いや、そんなに。あ、俺一回ね、笑ったことあって、はい、ある日突然ね、電話くれたんですよ、俺に、はい、で、なんかと思えば、なんかアウトサイダーのチャンピオンと歩いたら、はい、そっちの方に女の子いっぱいいて差し入れてくれてるの、俺には一番もくれ、一人も来ない、うん、だからアウトサイダーのチャンピオンと試合させろとか言ってくれて電話来て、いましたっけ、そんな。そうそう、もうちょっとやめてよ、もうそっち、もう桜井君って言ったら死んじゃうよって、はい、でいやいやいや、自分じゃないです、たぶん。いや、そしたら、いやいやいや、意外なエピソードも登場したところで、そうそうそう、いやいや、自分じゃないです、はい、ちょっと待って、待って、待って、お二人の地域と政治を含めた、はい、今後のコラボレーションにも期待していきたいと思います。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。